イライ・ジャバークはアメリカ合衆国のプロレスラー。フロリダ州ジャクソンビル出身のアフリカ系アメリカ人。WWE では本名名義、ティネではディアンジェロ・ディネロのリングネームで活動していた。地元ジャクソンビル警察で巡査として5年務め、その後アマチュアボクサーとして活躍し、戦歴103勝1敗という輝かしい成績を持っている。2004年、 WWE の下部組織、オベに入る。12月には、オベヘビー級王座をダッシュ。2006年7月、スマックダウンにて、総合格闘家ギミックのシルベスターターガイのコーナーマンとしてデビュー。しかし、目立った活躍はできず12月に ECW へ移籍。また、ECW の実況者タズが、膝の怪我のため離脱していたため、代理として一時的に、 ジョイスタイルズのパートナーとして、同団体のカラーコメンテーターを務めた。同月にはターカイと共にディセンバーーディスメンバー2006へ出場し、FBI を相手に勝利を収めている。2007年1月にターカイが解雇になった時点でこの、アングルは終了。2007年一人になったイライジャは、WWE 会長であるビンス・マクマホンによって、若手のヒール集団入。 ブリードのリーダーに任命され、ECW の未来と紹介される。ECW オリジナルズとの構想を開始し、自身にとっては、初のレッスルマニア23では、全面対決をするが敗戦。その後メンバーの一人であった CM パンクが裏切り、離脱。同年5月に行われた、ジャッジメントデー2007ではパンクと対戦するも敗退。6月のワンナイトスタンド2007では、 ニューブリードのメンバーである、マーキス・コーバン、マット・ストライカーと組 CM ・パンク、トミードリーマー、サンド・マンラとのテーブル戦に臨むも敗退している。2007年6月19日放送の EGW では、今は亡きクリス・ベノワとも対戦。敗退しているが、この試合は、ベノワにとって、最後の試合となった。9月のアンフォーギブン2007では、 CM パンクの保持する ECW 王座へ挑戦するが敗退。11月20日に同じ黒人レスラーであるシェルトン・ベンジャミンを ECW に引き寄せ紹介、タッグを組んで ECW を支配するのかと思いきや12月2日のスマックダウンでのバティスタ戦で負傷し戦線離脱。2008年ロイヤルランブル2008にて早くも復帰。 28番というラッキーな番号を手に入れるも、トリプル H にミックフォーリーを投げつけられ、フォーリーと共にリング外に転落し、失格。その後はテレビ放映から外され、番組に長く登場しなかったが、5月の ECW では黒で統一したコスチュームを身をまとった新ギミックで登場。しかし再びフェードアウトし、半年以上経っても復帰しないまま11月10日に、 WWE を解雇された。WWE 解雇後、WWC、HPW、ブクア、XVW といったインディ団体に参戦し、2009年5月、ティネと契約を交わし入団。8月のティネインパクトにて、ハーレムストリートの説教者ギミックである、ザ・ポップ・ディアンジェロ・ディネロのリングネームでデビューを飾った。当初は、 ヒールとして活動していたが11月よりフェイスターン。2010年1月より行われた8カードスタッドトーナメントで優勝し、ティネ世界ヘビー級王座に挑戦するも失敗。そして怪我をしてしまったことにより、トップへのチャンスを台無しにしてしまった。2011年、サモアジョとオケイトとの構想や、ディーボンとタッグを組んで、ティネ世界タッグチーム王座へ挑戦するも失敗し、 d ーボンとの確執を経て、構想へと展開するなど、ストーリーラインを盛り上げた。また、ティネとトリプル a の構想において、ティネからの資格としてトリプル a に参戦した。2012年には、バウンドフォーグローリーシリーズに参加するもシリーズ途中で、負傷し危険。復帰後は、A シズ &A イツから襲撃されるなどジョバーとして、役目が大半になった。2013年1月、 ティネとの契約公開において、契約を更新する意思はないとして破棄、退団することを発表した。ティネ退団後、本名名義で各インディー団体で活動するようになり、4月4日に PWS にて、ジョン・モリソンと元 WWE 所属レスラー同士の対決をして、敗戦した。9月11日、登場予告や、プロモーションなどの展開をせずに、オ米ベ 電撃復帰を果たした。相手は、オベ TBO 王座を保持するフラッシュフラナガンであり、復帰第一試合目ながら、王座戦に挑戦して勝利し、同時に、オベ TBO 王座をダッシュした。同月18日にはフラナガンより、リベンジマッチを要求され対戦したが帰り討ちにした。イライザエクスプレス WWE 所属時から、使用しているフィニッシャー、ニーパッドを下げて、膝を露出し、 助走をつけて、コーナーにもたれかかっている、相手の胸、または背中に両膝を衝突させる技。ティネ所属時は、ディという技名だった。イライザエクスペリエンス全面でのロシアンレックスウィープで、相手の体をマットに叩きつける。4アップコンビネーションパンチコロネーションジャーマン、スープレックスアウターリミッツエルボーピンプスラップオベ。ありがとうございます。